エビリンチャンネル。皆さんこんにちは。今日も愛の妖精エリリンがお送りするエリリンビームじゃなくてエリリンチャンネルです。もうどうでもよくなってきた。はい、ということで今日は30歳になった橋本さんとお送りするエリリンチャンネルです。嬉しいなんか嬉しくないのか分かんないくなってきてるんですけど、うん、誕生日プレゼントはなんかご所望なものあるんですか？くれるんですか？一応聞くだけ聞いてみようか。バッグ。バッグですネックレス。バッグといえば最近あのザワンのノベルティでねエコバッグ作ったのよ。あれもバッグだよね。今さバッグって何が流行ってんの？なんかさちょっと前はさこういうちっちゃいすごいのちっちゃい流行ったじゃん。流行りました、ね、でもなんかもうちょっとちっちゃいのじゃないよっていう流れを聞いたんだけど、ちょっと大きくなってる。ちょっと大きくなってきた。そうなんだ。はい、あとねいくつかお送りしたいと思います。物欲にまみれる30歳、橋本ゆい。はい、さよなら。さよならじゃない、本題あ、また本題ある、はい、今日は、うん、先生、まあ、アグレッシブな治療ばっかりされてると思うんですけど、まあ、チャンネル見てくださってる方だったりとか、美容医療初めての人っていう初心者さんいらっしゃると思うので、今日は先生に美容外科医が送る最低限の美容アドバイス30代編お送りしたいと思います。はい、30代ですべきこと、はい、1つ目、日焼け対策。まあこれはねもう30代になったらガチでやろう。やっぱ日焼けというのは元になったねアメリカの論文が結構転載されていろんなところに書いてあるんだけど、肌の老化の8割の原因はまあ日焼けだとか紫外線だとかよく見るでしょ。でまあ本当に8割かどうかはまあさておき、やっぱり肌が老化することに大きく関与しているのは紫外線なわけですよ。だから日焼けをしないことってすごい大切でさ、巷によくあるじゃない、日焼け止めは肌に負担がかかるから日焼け止めつけるのはどうかみたいなのとか、これ論文で実際にあるんだけれども、日焼け止め特にケミカルっていうものね、それの一部が血中から検出されたっていう報告があったりするのね。ただ血中から検出されたけどそれが本当に不健康なのかどうかまではまあ分からんっていうような論文だったんだけどね。あとはケミカルの日焼け止めが、まあ、海洋汚染、サンゴが死んじゃうとかね、そういうのに関与してるとかいろいろあるんだけれども、ただどんな論文を見たとしてもまとめてるのは日焼け止めをしないっていうことは皮膚の老化とか皮膚がんとかのリスクを高めるので、いろいろ懸案事項があったとしても絶対日焼け止めは基本塗った方がいいよっていうのが、私も世界中の論文全て読み切ってるわけではないですけど基本的な医学界の論調です。で、日焼け止め塗りたくない人っていうのでさ、まあ黒い帽子やら日傘やらあとは飲む日焼け止めとか頑張ろうとする人いるじゃない。ただなかなかそれだと、まあ、日焼け紫外線を 100% 防げてはいないとも言えることが多いと思うので、やっぱり基本は日焼け止めを塗って、もしあんまり強い日焼け止めとかを使いたくないんだったら日焼け止め自体はマイルドなものにして、プラスアルファ何かこう日傘なり服とかサングラスとかもしくは飲む日焼け止めとかを足すとか、そういう考え方をしてほしいなと思います。暑かった。2つ目、本格的なビタミン A 投入。まあね、やっぱり30代過ぎてくるとやっぱハリも落ちてくるし、なんかもう老化感出てくるのよね。シミとかも出てくるし、だからやっぱりそろそろビタミン A をスキンケアの中にちょっと1個入れてほしいなと思います。3つ目、はい、レーザートーニング。30代ぐらいになったら、全員とは言わないんだけれども、まあレーザートーニングをし始めてもいい人が増えてくると思います。20代じゃなくて30代なのはなぜかというと、30代になってくるとやっぱり肝斑の影響が出てくるんですよね。だから肝斑の影響がある人が、IPL フォトフェイシャル、これやってると肝斑悪化してくるリスクがあります。で、今このチャンネルを見てくださってる人は20代の時にもう努力をした上での30代という過程をしてみようか。そうするとじゃあ20代の頃に
は IPL をしてシミとかを取っている人が30代になってきてやるんだったらば、まあ肝斑とかの悪化をなるべく防ぐ、もしくは改善する可能性があるレーザートーニングに軸足を移していくっていうのがいいのかなとは思います。ただ30代で初めてシミ取りやろうっていう場合はレーザートーニングって1回の効果マイルドなんですよ。だからレーザートーニング顔全体1回打って劇的になんかシミ消えたとはならないので、そこは勘違いをせず、レーザートーニングはマイルドで少しずつ良くしていくものですよっていうのは知ってほしいなと思います。4つ目、たるみケア。これね、顔険しいね。気になってしょうがないですけど、橋本さん、あれだけ打ったヒアルロン酸はどちらに行かれたんでしょうか。なんかなくなってきちゃった。なんかほうれい線がまた存在感をアピールしてるよね。存在、橋本さんのほうれい線はマジでしつこい。なぜでしょうか。まあでも30代になるとね、やっぱりある日皆さんたるみに気づくと思います。私の場合はたるみっていうものに初めて気づいたのは20代の頃からずっと続けていたエラボトックス、ここにずっと打ってたんですよ。で、20代の頃はここに打つとここがシュッとしていい感じだったのに、仮で30代を超えた時にエラボトックス打ったら、ある時ね、顎が丸くなったのよ。なんでと思って、で、またしばらく経ってここのボトックスがなくなってきたら、顎はまたこう尖ってきたのね。で、またしばらくしてまたボトックス打ったら顎が丸くなったのよ。なるほど、これがボトックスによる顎のたるみですかっていうのを気づいて、つまりもう皮膚が伸縮性を失い始めたから、ボトックスによって筋肉が小さくなると伸縮性がなくなった皮膚がどっかでたるんじゃうから、私の場合は顎が丸くなるっていうことが起こるんだって自覚したのが30代の前半でした。ということで、たるみというのを鬼に気づき始めるのが30代の前半だと思うので、まあそうした時にたるみのケア、なかなかスキンケアじゃ難しいよねということで、まあ、いつからやるっていうのはあなたが気になったらなんですけれども、たるみ気になるなと思ったら美容クリニックの門を叩いてみて、ご自身の予算の範囲内でできることをやるのがいいのかもしれないなと思います。5つ目、内服。内服ね、これね、やっぱりとりあえずトラネキサム酸を飲んだ方がいいと思うのよ。とりあえずね、なんか1個選ぶとしたらよ、美容目的で飲むものなんか1個選ぶとしたら、やっぱりトラネキサム酸を飲んだ方が良い。ただもちろん背景に体が健康であるとかね、血液を固めやすくする薬を飲んでいない、まあ、代表格ピルだったりするけれども、こういうところは条件なんですけれども、そういう飲める人であればトラネキサム酸というのは非常にいい薬です。で、トラネキサム酸の役割って何っていうと、多くの人は肝斑に効くんでしょって思うと思うんですけれども、もちろんそうです、肝斑に対して効いてきます。ただね、肝斑だけじゃなくてトラネキサム酸の持ってる抗炎症作用っていうのは素晴らしいものがあるんですよ。だからトラネキサム酸を飲んでいると、他のいろんなレーザーの治療とかした時の赤みの引き方、まあ、ダウンタイムとかって言ったりするけど、これはねすごく早いです。なので、まあ、美容クリニックで何か美容医療をしようと思う人は、やっぱり美容医療って何らかの効果を得るために、一時的には赤くなったり腫れたりっていう皮膚への刺激ダメージが加わったりするんですよね。その時の悪影響を最大限抑えるためにはトラネキサム酸ってすごい役に立つので、なんか1個って言ったらトラネキサム酸は飲んでほしいかなって思います。6つ目、ボトックス。これね、ボトックスをやらないという選択肢はある？ない。以上。終わっちゃった。だってないんだもん、ね、ちょっとさ、じゃあ伝えてみてもいい？私本当はボトックスをもう打たねばいけない時期を超えてんのよ。がしかし新人さんのドクターの研修がね、来週かな、あんのよ。だからもうね、そのために1ヶ月ぐらい超えてんだけど我慢してんの。見て、前回の動画と違って、やばくない？バニーがバニってるね。バニってしょ、これバニってるよ。やべんだよっていうやつです。やばい、今どうしよう、どうしよう、これ伸ばさない伸ばさない、こすらない。やばいやばいやばい、やばいことした。だから今最近はなるべく、顔に表情を作らないように生きています。はい、こんなになっちゃうんすよ。
やばいやばい。ボトックスは大切ということで。本当に、やらないという選択肢は私にはないです。はい、以上。最後、老化の傾向を考える。あ、これね、大切。まあ20代でちょっと美容リテラシーみたいな身につけてもらって、で30代になってきた時にはそれプラス自分のね、老化ってどういうのが強いのかっていうのを見た方がいいと思うんですよ。でそれって骨格、もともとの骨の形とか、あとはこの皮膚の質によって全然違ってくるわけですよ。でさ、見て、私とかさ、皮膚さ超柔らかいの、すごくない？これとはいえ私顔にすごい分厚い脂肪っていうのはついてないんです。だからこの柔らかい皮膚が風船のようにダーって伸びていく、こいつと戦っているわけですね。でも人によっては脂肪っていうのに大きな変化がある人もいる。で脂肪って面白いのは年取ると減ってくるんだけど、年取っても顔結構パンパンな人とすっごいそげてくる人とかいて、こけたみたいになる人もいるよね。それからシワが強い人もいる。例えば私あんまりここほうれい線ないじゃない。それってなんでかっていうと、骨格的にこのほうれい線ができる部分、ここのね、骨が結構高い位置にあるのよ。こういうここが頂点だとして、こう丸くこうなってるでしょ、歯って。でもそんなにグッてへこんでないのよ。ところがやっぱりここの部分の位置が低い人ってほうれい線出やすい。あ、橋本さん手挙げてるけどね。だからあの骨格にもやっぱり影響を受けます。だから私はここね、何一つ注入とか今まで生まれてから1回もやってないっすぐらいな、感じですね。だから人によってあの老化の仕方っていうのが違ってくるので、まあ、自分はどういうところが一番老化として目立ってくるのかっていうのを見極めた方がいいのが30代。でも患者さんそれは分かんない人もいるので、そういう時はね、結構聞いてもらえると、まあフラットな気持ちで、私とかあなたは正直に一番気になるのここですよっていうのはお伝えしてます。ありがとうございます。そんな30代のあなたへお送りする美容アドバイスだったんですけど、まとめてでもメッセージで締めくくりお願いします。30代はね、まあ、女性にとってはいろんな意味で激動感ある10代だと思うのよ。なんか、まあ、女の子だった時期とこのおばさんみたいな時期とのこの狭間で、メンタル的にも仕事的にも、まあ、いろんな環境もなんかこう微妙な時期が30代だと思うんで、皆さんいろいろと思い悩みながら葛藤しながら、生きていくのが30代ということで、やっぱり美容に関してもいろいろチャレンジしながら頑張ってほしい。壮大になった。壮大だった、まとめてアドバイスです。そう、そんな感じです。さよなら。